皆様こんにちはルノー所沢の小山と申します本日は新型アルカナの競合車との違い価格帯やスペックこれらを比較しご紹介をさせていただければと思いますどうぞ本日も最後までよろしくお願いいたしますはいそれではまず新型アルカナグレードが RS ラインイテックハイブリッド こちらを基準にして他社メーカー様との違いについてご紹介をさせていただきますまずアルカナのエンジンですが1.6リッターとなっておりますメインエンジンが最高出力こちらが94馬力最大トルクこちらが148ニュートンメーターでございますメインモーター最高出力が49馬力最大トルクこちらが205ニュートンメーターまた サブモーターこちらが最大出力20馬力最大トルクこちらが50ニュートンメーターとなっております WLTC モード燃費ではリッターが 22.8km となっておりますトランスミッションは電子制御ドッククラッチマルチモード AT を採用しております全長は4.57全幅1.82全高が 1.58となっております車両重量は1470タイヤサイズ 21555R18 を採用しております最後に本体価格ですが税込み429万円でございます続きましてプジョー3008グレードが GT ブルー HDI こちらをご紹介させていただきますメインエンジンが 2リッター最高出力こちらが177馬力最大トルクこちらが4 0 0ニューートンメターとなっております WLTC モード燃費ではリッターが1 6 6 k ロトランスミッションは8速のオートマを採用しております全長が4.45全幅が1.84全高が1.63となっております 車両重量は1 6 1 0 k ロタイヤサイズ 22555R18 を採用しております最後に本体価格ですが税込495万8000円となっております続きましてフォルクスワーゲン t クグレードが TDI スポーツこちらをご紹介させていただきますまずエンジンジが 2リッター、最大出力150馬力最大トルク 340Nm でございます WLTC モード燃費ではリッターが 18.6km トランスミッションは7速の DSG を採用しております全長は4.24全幅が1.82全高は1.59でございます 車両重量こちらが 1430kg タイヤサイズは 21550R18 を採用しております最後に本体価格ですが税込425万9000円でございます続きましてトヨタのラブ v 4グレードがハイブリッド XFF モデルについてご紹介させていただきます メインエンジンですが2.5リッター最大出力178馬力最大トルクこちらが221ニュートンメーターとなっておりますまたモーターですが最大出力が120馬力最大トルクこちらが202ニュートンメーターとなっております WLTC モード燃費ではリッターが 20.6km トランンスミッションこちらが電気式無断変速を採用しております全長は4.60全幅1.85全高が1.68となっております車両重量こちらが 1620kg タイヤサイズこちらが225の 65R17 を採用しております最後に本体価格ですが税込み 337万4000円でございます続きましてホンダのベゼルグレードが EHEV プレイこちらをご紹介させていただきますまずメインエンジンですが1.5リッターの最大出力こちらが106馬力最大トルクこちらが127ニュートンメーターとなっておりますまたモーターが 最大出力131馬力、最大トルクこちらが253ニュートンメーターとなっております。WLTC モード燃費ではリッターが 24.8km、トランスミッションは電気式の無断変速を採用しております。全長が4.33、全幅が1.79、全高が1.59となっております。車両重量1400キロ。 タイヤサイズ 22550R18 を採用しております最後に本体価格ですが税込329万8900円となっております最後にトヨタのカローラクロスグレードがハイブリッド Z こちらをご紹介させていただきますまずメインエンジンですが1.8リッター最大出力が98馬力 最大トルクこちらが142ニュートンメーターとなっておりますモーターですが最大出力こちらが72馬力最大トルクこちらが163ニュートンメーターとなっております WLTC モード燃費ですがリッターが 26.2km トランスミッションですが電気式無断変速こちらを採用しております全長が4.49 全幅1.82全高が1.62となっております車両重量は1410キロタイヤサイズ 22550R18 こちらを採用しております最後に本体価格ですが税込299万円となっておりますはい最後までご視聴いただきましてありがとうございます 本日は新型アルカナの競合車になるであろう他社メーカー様と比較させていただき、ご紹介をさせていただきました。この動画が良ければ、ぜひチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次のお車でお会いいたしましょう。ルノー所沢の小山がお送りをさせていただきました。ビジュナグループでは新しくレンタル授業を開始しました。 ナンダーではない上質なお車を貸し出しするサービス「ビジ女ナカレント」弊社が持つそれぞれの正規ディーラーが自慢のお車をご用意ォードのエクスプローラーやアウディ A6 などお手頃な価格で輸入車のある非日常を楽しみませんか始め方はとっても簡単概要欄よりアプリをダウンロードいただきたったの3ステップで登録が完了いたします デビューしたてのお車も続々と掲載中でございますのでぜひぜひ皆様のご利用お待ちしております。